皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ三段とキムンジ五段との日韓天才少女三番勝負第1局のハイライトをお伝えしたいと思います。この対局はですね、中村三段がですね、韓国で打たれたこの碁なんですけれども、中村三段ね、今回ね、この正月、冬休みに韓国を今訪問してますね。おそらく、今度、女流棋戦の、棋聖戦の挑戦手合がありますので、多分そのための修行だと思われますね。それはそうとして、では、初手から見ていきたいと思います。中村三段の黒番です。いつもの2連星ですね。お互い2連星です。かかって、で、三々に入りました。で、桂馬にかけまして、で、難しい定石を打ちましたね。難しい定石を打ちました。で、これに対して抑えはしなかったですね。抑えるとちょっと難解定石になりますので、抑えずに単に引きました。引いたからっつって評価値が下がるかって言ったら、そんな下がらないです。本当に0.1%ぐらいですね、勝率的にも。だから、ほとんど同じだと思っていいです。押しまして、で、伸びて、一応先手が一応白に回ったっていうことですね、これね。で、受けまして、で、桂馬にしまりました。で、打ち込んできました。打ち込んだっていうか、挟んできましたね。で、こちらからね、詰めました。こっちから動くんじゃなくてね、ちょっと手厚く打ったっていう感じですね。で、一間飛んで、で、ここで押さえましたね。押さえる手が、これが意外と大きいんですよね。ここでぶつかって、こういって、ここで手を抜いてこう打てるんですけれども、こういう跳ね継ぎとかもこれ先手ですし、こういかないといけないし、こういう一線のね、こういう下がりとかもね、これ先手になりますので、意外とここで利き筋がいっぱい発生するので、ここ押さえました。いいところですね。で、ここで跳ね継ぎます。この交換はしなかったですね。後でちょっとこっち狙おうという考えかもしれません。これが本手でもあります。こう受けまして、で、ここで手を抜きましてね、こっちつけて動きました。ここをね、実はこう手厚くね、実はここでね、こういうふうに受ける手もあります。手厚い、これは非常に手厚い手なんですけど、こういうふうに受ける手もありましたけれども、ここで動きました。で、つけ二段ですね。中村二段はかかってつけ二段は打たないんですけれども、こうやって挟まれてしのぐときにツケ二段は結構よく打ちます。こう打ちまして、普通の定石に打ちまして、こう引く手とかもあったんですけれども、普通に打ちましたね。で、こっちを伸びましたね。普通こっちを押して、石を与えて手厚く打つっていうのもあるんですけど、こっちの模様をね、重視して、こっち打ちましたね。ですから、これ伸びました。で、これ覗きなんですけれども、この覗きはですね、この場合はいいか悪いかちょっと微妙ですね。単に押さえた方が良かったかもしれません、ここでは。これは当然つきますし、で、ここでこっちに一間飛びましたね。こっちにもう押さえられないんですね、これ。押さえると、こう、覗いて、こう、かけつぎの形でずっと出ていきますので、で、こういう切りもありますし、ですから、こっちで押さえるのはもう諦めて、こっちでね、こっちに打ちました。で、ここで、ちょっと肩ついていったんですけれども、これちょっと過激な手だったんですけれども、ここでね、実際、こういうふうに一間飛ばれたら、ちょっとこれどうするのかっていうのはあるんですけれども、ここでこう打たなかったですね、キム五段。こう、受けましたね。ですから、これは一応、主張が通りましたね、黒は。で、これはちょっと得しました、黒は。で、一間飛びまして、で、ここで、ここに打ったんですけれども、一見ね、ここでね、これはこう、桂馬に打てば、これで一応脱出してますので、桂馬、ちなみにこれはもう、こういっても、常にこれが先手ですからね、これが常に先手ですから、もうこれは、つながってます、この桂馬は。で、ここに打ちまして、で、ここでね、出まして、一応、切り離しましたね、これね。こう打ちまして、こことここをもう連絡させないようにしました、完全にね。で、こう伸びて、一間飛んで、
さあ、これでですね、この時点で今ちょっと黒が優勢になりましたね、今。今は黒が勝率70%で、まあ、2目ぐらい有利ですね。2目半ぐらい有利ですね、今。で、まあ、ここで、まあ、こっちかかりました。コスミつけて、で、ここ一間とね、この石とこの石を分断しに行きましたね。で、まあ、ここで、まあ、ここ、まあ、連絡したいもんですから、まあ、ここに打ったんですけども、この手は、これ自体は悪手だと思いますね。隅を固めてしまいますね。まあ、そうするほかないんですけれどもね、ただね。こういきまして、伸びて、で、ここで、まあ、跳ねましたね。で、まあ、切ったんですけれども、まあ、伸びまして。もう今、これとこれが分断されてますし、これも生きてないし、これも生きてないですから、もう今は黒が大優勢ですね。今は黒が勝率87%で、6目有利ですね。で、まあ、ここ飛びまして、一間飛んで、まあ、ここ、コスむ手もありますね、ここね、はい。こう割り込みがありますので。で、一間飛んで、覗いて、まあ、こっちに、まあ、押しましたね、はい。で、ここでコスみました。で、まあ、ここ2間開きまして、で、まあ、これ生きないといけないですから、で、ここで、まあ、寄りついてきましたね。で、こういきまして、で、ここ覗きまして、まあ、こっち継ぎまして、これ下がりまして、まあ、一応これ切り離す手が発生しましたね。ここね、出切りが発生しましたので、非常に大きいですね。で、これに対して白はもう受けなかったですね。もう受けられて、まあ、打つのはもう後手になるので、受けるのは。で、こう出まして、跳ねたんですけれども、まあ、当たり打って、こう打って、で、ここでこっちを伸びましたね。まあ、で、まあ、受けまして、で、まあ、ここでですね、まあ、これ継ぎましたね。まあ、当たり打つ手もあったんですけどね、ここにね。まあ、継ぎました。まあ、当たり打つ手もあったみたいです。で、まあ、これは取らないといけないですね。これ取りまして、で、押して、取って、で、ここで押した手、この手が非常に手厚い手ですね。人工知能の推奨手でもあるんですけれども。で、ちなみに現在の形勢なんですけれども、今はもう完全に黒が勝勢ですね。94%ですね、勝率で。7目半ぐらいリードしてます。で、まあ、こうぶつかりまして、まあ、ここ出まして、まあ、さらに追求していきました。で、ここを守りましたね。これがあまりにもでかいと見て守ったんですけれども、この石はじゃあどうなるのかっていうことなんですけれども、まあ、当然これ出まして、もう今はこれはもう今黒は勝率がもう今97%で、9目有利になりました。これでもう完全勝勢です、今。まあ、受けて跳ねたんですけれども、さあ、ここで跳ねた手がですね、まあ、別に悪い手ではないんですけれども、ここでね、ここでですね、まあ、本来であれば、そうですね、ここでは、まあ、これを追求するのであればですね、まあ、ここではですね、まあ、こう一間飛ぶのが追求する手なんですけれどもね、この石をね、まあ、一間飛ぶのがね。で、まあ、こう押さえて、こうやってちょっといじめていく、こうやって、まあ、こういう手がね、まあ、無難な手だったんですけれども、まあ、先に跳ねましたね。で、これに対して、まあ、受けまして、継いで、で、ここでね、こっちに受けましたね。はい。まあ、敵の急所は我が急所ということで、こっちに受けました。こっちで受けました。ここで生きるんじゃなくて。で、まあ、ここで手を抜きまして、黒は。かかりまして、で、一間飛んで、まあ、一間飛んだ手は、この石とこの石を分断しようという手なんですけれども、で、まあ、手抜いたのに両掛かりしまして、で、三々入りました。で、こう打って、まあ、こっち、入りまして、で、まあ、これは取りましたね。はい。で、ここで、まあ、ここまで広げました。まあ、ここではですね、そうですね、まあ、ここまで広げる必要があったのかっていうのはあるんですけれどもね。まあ、ここではですね、まあ、今、形勢がかなりいいですから、黒はね、もう今97%超えてますので、もうここではこれをね、こういうふうに継いでおくっていうのが、これ非常に手厚かったみたいですね。こういうふうに打ってれば、もうおそらくこの碁は勝っていたんじゃないかと思いますね。はいはい。でも、まあ、ここでここまで来ます。まあ、まあ、緩みたくないっていうね、そういう、まあ、意思の表れかもしれませんね。で、まあ、ここに打ちまして、まあ、これはもう、まあ、大したことない。ここ覗きは別に一間飛べば、こう連絡しますので、
あまり大したことないと見てましたね、この手に対して中村三段はね。で、まあ、次まして、桂馬に打ちまして、まあ、ここに打ったんですけれども、まあ、この手はどうなんでしょう。まあ、打ちすぎのような気がしますけれどね、ここ黒厚いですから、まあ、打ちすぎだったと思います。まあ、なんかやろうっていう手なんですけれども、まあ、ここで桂馬に打ちました。はい、もうこれも全部ね、中村三段の手、全部ほぼね、人工知能の推奨手です。はい、ほぼね、この辺では。で、まあ、ほのぞいたんですけど、まあ、継ぎまして、で、まあ、一間飛んで、これ連絡ですね、これとこれね。で、こっちもちょっとね、いじめるというのはありますので、で、ここで、まあ、受けましたね、これね。これ、下がられる手がありますので。で、ここで桂馬に、こすみまして、もうこの石はほぼ制しましたね。で、まあ、こう切りまして、ここで跳ねまして、で、ここでこっちも駆け継ぎましたね。これ、膨らみましたね。で、まあ、当たり打ちまして、まあ、こっち突きまして、で、当たり打って、まあ、ここで手抜いて、ここで行きましたね、これでね。はい、この白生きてないですから、ここで行きました、中で、これで。で、一間飛んで、で、ここで伸びました。で、ここで桂馬に打って、まあ、こう一間飛んで、まあ、飛んでね。で、ここでね、こっち一間飛んできました。で、まあ、一気に受けまして、まあ、ここね、まあ、狭間を除きましたけれども、まあ、ここぶつかります。これ先手ですね、これね、こっちの石に対してね。はい、ですから、こう打ちまして、で、伸びて、これも人工知能推奨手ですね、この伸びる手のね。で、こう出まして、まあ、ここで、こすんで、まあ、押さえて、で、ここで跳ねたんですけれども、この跳ねた手は、そうですね、まあ、この石を追求する手ではあるんですけれども、さあ、ここでですね、白がちょっとたまらなくなって、これ反発してきましたね、ここでね。はい、これ反発しましたね。で、ここで一間飛んだんですけれども、ちょっと一間飛んだ手がちょっと問題ではありましたね。いや、問題ではないんですけれども、問題ではないんですけど、まあ、事前手でしたかね、事前手。事前手。まあ、これも悪い手じゃないです。事前手でした。安全な手なんですけれども、まあ、ここでは伸びる手もありました。伸びて、こういって、切った時に、まあ、これとこれのね、攻め合いですね。で、この攻め合いは実は、秒読みだから読めなかったと思うんですけれども、これは黒が有利なんですよね、実は。これと、これとこれの攻め合いは、今、まあ、これは黒が有利なんですよね、実は。で、こういうふうに打ってれば、はっきりとしてたんですけども、今、優勢だったから、黒はね、そこで、まあ、ちょっとこう、自重したんですけれども、で、まあ、こう、跳ねまし、割り込みまして、伸びまして、伸びる手がこれは、本手ですね。で、押して、で、跳ねて、で、ついで、で、ついで、で、ここで跳ねてね。で、伸びて、で、押して、で、まあ、ここで跳ねてね。で、ここで跳ねたんですけれども、で、まあ、ここでね、まあ、切りましたね。はい、切ったんですけれども、そうですね、ここではですね、ここ切るよりももっと簡明な手がありましたね。ここでは、単にね、これ一発抜いておけばよかったですね。これでこっちはもう連絡ですから。うん。あとこっちの問題ですから。こっちのね、この石の問題ですから。で、まあ、これ切ったらこう、当たり打てばいいだけの話ですからね。で、こういったらこう伸びておけば。この切りはもう関係ないですからね。こういったのこれ、取れますので。うん。ですから、こういうふうに打てば簡明でしたね。うん。さあ、しかしここでね、まあ、これ切ったんですよね。で、まあ、ここ当たり打ったんですけれども、白が。まあ、ここでもね、ここでも、これ抜いておけば、これ抜いておけばね、ここ抜いておけば、まあ、これぐらいしかないですから、で、こう打ってね、ちょっと損しましたけど、このね、分損しましたけど、こうやってこういけば、これでも3目半ぐらいは良かったんですけれども、ここでですね、これ、ついてしまって、これでちょっと終わってしまいましたね、5が。これ、切られて、ここが見合いになってるんですよ。で、これで終わってしまいます。で、結局、こう伸びたんですけれども、これ。伸びるのもどうかっていうのはあるんですけど、で、ここ継がれて、結局、この石と、この石の、まあ、攻め合いなんですけれども、
この石とこの石の攻め合いなんですけども、この石はもう生きれないんですよね。でどう見てもこっちの方が長そうなんですよ。でまあこの後こう覗いて、まあこう切られたら行き、まあ、取られますので、まあ、覗いたんですけれども、まあ、これ継がないといけないですね。一応先手ですね。でこう跳ねて一応2子は取るんですけれども、2子取っても生きないんですよね。これこういって、でここでここに打たれまして、これでですねこの白はね生きましたね。これでまあこういってもね、こういってこれ戻れないじゃないですか。これでこういくしかないんですけども、こういってもこういってね、まあ、こういってこういってこういったら二眼じゃないですか。これはもう、まあ、抜けばいいですから、はい、でこれで結局ね、まあ、これが死んじゃったんですよね、この石がね。で、まあ、この後、まあ、何手か打つんですけれども、で結局ねここで中村三段がこれ投了しましたね、はい、ずっと本当に良かった完勝の子だったんですけれども、ただ一回ここでね失着を打って、それがもう致命傷になってしまいましたね、はい、非常に残念な碁でしたね、はい、まあ、また今日もこういう感じで打っても、まあ、碁の内容自体は良かったですからね、まあ、今日のね第2局でねちょっと期待したいと思います。はい、以上です。